住吉川の魚捕まえて食べてみた、イエーイ、どうも生物研究部部長の佐々木圭です。今日は住吉川の魚を捕まえてきて食べる、それだけの企画になっております。ということでですね、自己紹介をしていただきます。中3チーム、中3の三田大です。イエーイ。はい、中3の川崎です。よっ、中3の森本です。イエーイ。はい、対するは高3中2連合軍、イエーイ。高3の荒木です。よっ、中2の訳ありです。よっ、中2の須原です。イエーイ。この2チームが対抗して住吉川で魚を取ってきて料理します。それでは住吉川に行きましょう。せーの。はい、ということで住吉川に着きました。住吉川灘港の近くを流れる川で、生物研究部は1週間に1回程度ここで採集を行っています。さあ、これから取っていくわけですが、意気込みをお願いします。ということで最終に移りましょう。また川吉登りが取れました。川吉登り、ということで採集が終わりました。イエーイ。取れた魚たちがこちらになります。今映っているのが中学3年生のグループの方です。この魚は全部川吉登りっていう魚で、住吉川でたくさん見られる魚です。高校3年生と中学2年生のグループです。どっちも全部川吉登り。はい、ということで食材は出揃いました。今から料理をしていくんですが、調味料ドラフトを行いたいと思います。ということで調味料ドラフトの説明をいたします。今こちらに並んでいる調味料、料理酒から、まあ、卵まで、まあ、いろいろありますよね。これをグループごとでドラフト形式に獲得していくということです。ではどっちから先にいたしましょうかね。ここはじゃんけんで始めを決めましょう。おい、俺うまいね先輩、勝負ですね。お前、うまいから。勝負。じゃんけんぽー。ということで、高3と中2チーム、まず1個目を選んでください。じゃあ、バターいきます。中3チーム、1巡目を。卵。2巡目、お願いします。まずどうする？まず、田中に、まあ、みっちゃんに卵割ってもらって。内臓と頭を取り除きました。で次はまず塩をかけてぬめりを取り除きます。で次にパン粉と卵を混ぜたいと思います。いい感じの量。ドバッと入れちゃった。頼んでよ。もっと取る。それで。これをこうやってつけて絡めて。絶対ものが出来上がる。これ大丈夫やね。部屋は行かないで。焦げた。
じゃあ今から、料理を作っていこうと思います。僕らが作るのはバターソテーで、まず今から魚の頭を落としていきます。さばいた魚を料理酒につけて今臭みを取っています。はい、魚を小麦粉にまぶしました。で今からバターで焼いていきます。はい、じゃあバターを敷いていきます。向こうよりよっぽど料理やろ。向こうよりよっぽど料理やろ。バターが敷けたので焼いていきます。まだ熱くないよな。変形でした。あ、やってる。これは思ってた通りですか。ちょっと入れるの早かったかもしれない。油がまだ温まりすぎてない。料理むずいな。ごめん、感謝やな。あ、でも良さそう。しっかり小麦粉も火を通して、小麦粉ね、生で食べるとお腹壊しちゃうんで。そうなんですね。政権の特有知識ですか。いや、独学です。地味やな。あ、いい感じ、いい音が出てる。お、これはなんとか、ここまで待つべきやった。あ、油っこいかも。まあ、いいや、佐々木食うやろ。あ、いい匂い。バターの匂いもしますね。それっぽくなってきますね、それっぽく。じゃあ最後、醤油で味付けしていきます。お腹すいた。完成です。はい、イエーイ。お皿がない。これ、期待できるんじゃないか。めっちゃいいニュース。はい、できました。これで川吉のぼりのバターソテーの完成です。普通にうまそうですね。さて、料理ができたようです。どんな感じなんでしょうね。まず降参中に連合軍の人お願いします。はい、これは何ですか。これは川吉のぼりのバターソテーです。おー、どれから食べようかな。まだ魚の原型は溜まっています。あ、思ったよりいける。おー、うん、あの天ぷら屋で、天ぷら屋とかフレンチとかで出てきたら切れるけど、いけるまだいける。うん、美味しい。美味しくはある。おお、うん、けどこれに金は払いたくはないぐらいです。まあそこそこいける。はい、ということで部長から辛口の評価をいただいたので、もっと精進してまいります。おお、次中3チーム。はい、
じゃんこれ。酔ったら保ってるんですよ。本当に？原型保ってる。川吉のぼりの、うん、マハゼ風天ぷらです。なんでマハゼ風にしちゃったの？分からない。ええこれどう食べるのが正解？そのままです。もう腰を振ってあるから。そのままってこれなの？嘘。これいく？よし、行くか。なんでこんなゲテモノみたい、ゲテモノみたい、ゲテモノみたい。見た目。なんでこんなゲテモノみたいな見た目して味しねえのこれ。嘘だろ。まずいかき揚げの衣だけ食ってる感覚。うん。ああ。後からなんか魚いますよというなんか魚の主張はほんのわずかに感じ取れる。感じかな、うん、そうだね、うん、はい、ということで、はい、まあ、そこそこ食べれんことはないありがとうございますはい、ということです採点ね、うん、はい、まあ、どっちもね、食べれることは食べれたのでまあ、食物ではあったでも、まあ、僅差でこっちいや、理由はね、やっぱね、ちゃんと魚料理っていう感じがね、したからこっちはね、なんか天ぷらかかき揚げかわかんないけど、なんか衣だけだったから、感触が、うん、まあ、こっちはね、ちゃんと魚のバター炒め感がしたので、こっちにしましたありがとうございますS生物研究部では西館3階生物教室あたりで生物に関する展示を行っています。カエルの解剖や住吉川に住んでいる魚、昆虫などの展示も行っています。お客様も料理はできませんがホタルイカの解剖などをお楽しみいただけます。文化祭の際はぜひ生物教室へ足をお運びください。